こんにちは。こんにちは。すごい、ショールームの背景が変わってる。わあ、お祭りだ。お祭りだ。花火大会2021。こんにちは。今日ちょっと少しだけやります。お昼は。ガトーショコラを試食します。チーズケーキ。ダダン。ダダン。無印の。美味しそう。やった。これを食べるために頑張ったんです。何を頑張った？睡眠。起きちゃんやばかったんですよ。マジで5、6回耳音で鳴ってるのに起きちゃんの携帯が。うん。もう全然起きない。めっちゃ寝てました。ご飯食べた後。ずっと私が止めてた。うちも大きい方なんよ、あんまり。あ、本当ですか。私こっち向いて食べよう。そう、腫れてるの。いただきます。ちょっと口つける前にさ、うん、置いて。チーズケーキ。まずチーズケーキ。いただきます。あ、じゃあちょっとチーズケーキから。あ、じゃあガトーショコラから。あ、やっぱちょっと取れないんでガトーショコラから。ええやん。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、濃厚だ。うん、これはいいですね。チーズケーキもいただきます。うん、うん、ふわふわ、とろとろ、めっちゃ美味しいです。幸せ。これ結構いいですね。美味しい。うん、美味しい。気になっとったんよね。うん、なんかちょっとお高いだけある。うん、うん、ほんほん、うん、最高でした。気になった方はぜひね。おいしい。もうまとめに入ってるやん。ちゃんが作ってくれました。ミルクティーです。微糖の。でも食べとるものが甘いけん。そうですね、ちょうどいい。うん、うん、美味しい。うん、リプトンでした。うん、うまっ。昼ご飯食べてないね。うん、でもお腹、これがお昼ご飯って感じだね。確かに。なんか本当はお昼ぐらいに起きて、うん、お肉焼いて配信11時ぐらいから再生だったけど、もう気づいたらな。うん、うん、みんなは仕事中かな。お昼休憩。うん？やばいこれ。カロリー577カロリーまで。嘘。やばすごい。チーズケーキ468。ガトーショコラ577。577って何と言う。やばな。ちょっとしたお昼ご飯のなんか、うん、いいやつと一緒ぐらい。そうやね。ハンバーガーとか。うん、
まあ、カップ焼きそば並み。うわ、まあまあまあ、満たされるのはお腹だけじゃなく心が満たされてる。なるほど。恐ろしいスイーツ。うん、うん、いや、そうやん、こんだけ美味しかったら確かに代償もでかい。うん、カロリーと幸福度は比例する。確かに。美味しい。でも、うん、本当にたまにの贅沢にいいですね。うん、なんかレモン感あるチーズケーキがあんまりさ、うんうん、ぷやない。うん、いいんだけど、うん、チーズチーズしてる方が好きで。あー、なるほど。ゆきちゃんも、うん、レモンが嫌いなわけではない。レモンは好きなんだけど、うん、なんか甘酸っぱいがあまり好きじゃないかもしれない。あー、チーズケーキはチーズだったらしいけど、これチーズの酸味なのでちょうどいいです。うんうん、あ、下がクッキーじゃけん。あー、いい感じの、嬉しい、飽きないクッキーラブ。ん、クッキーラブ。うん、すいませんね、こっち向いてて。うん、申し訳ない。うん、この角度が一番ハルミ分かるんよ。あ、逆にあっち向いた方が、腫れてる方がこっちに来るから、こっちがシュッとして見えて、うん、シュッとなるの。え、どういうことですか？腫れてる方を見せたってこと？こうなってるじゃん、ここがいい、うん、顔立ちして、うん、こうなったらこうとこうじゃん、うん、でもこうしたらこうないね。どう？こう？うん、あっち向かなきゃいけないんだった。だからこっちの方が晴れが分かるの、こっち向いてた方が。そうなんですか？でもこっち向いたらなんかすごい、ただ顔大きい人に言われます。でも意外とあっちの方がね、分かんないって昨日。やばい、超ピーク。うんうんうん、なんか鏡見て、わっ、これダメだと思って。おたふくだ、おたふく。やっぱ上下で腫れません。うん、それでもこの前何日間で引いた？でも公園に普通に出たのは5日後とか、だからちょうど。でも腫れとったよね、ちょっと。若干腫れてた。だから同じなんですね、今回も5日後にやっとジャンプあるから。だから前よりも念入りに食後は消毒してます。うん。うん。お腹いっぱいになるな。うん。なんか結構がっちりですね。すごい花火大会。花火上がってる？うん。あ、上がってる。なんかこの花火大会の下にいる影たちって、これ野獣馬のアバターなんですかね。あ、花火上がった今。屋形船のところたまに上がってる。あれじゃない？ギフトじゃない？え、違いますよ、ギフトじゃない。ギフトかもしれない。ヨーヨーかと思ったけど、これ花火、花火か。ありがとうございます。あわやー、だわやー、吉野家好きやー。これテトラポットじゃない？テトラポットなんですかね。そっか、テトラポットか。
見逃した。え、不発弾の花火落ちてきたんですけど。え、そんなのあるの？ピューンってこと、うん、これ花火じゃないのか、なんかなんだこれ、丸の緑のピンク、うんうんうん、これなんだ、ヨーヨーや、ヨーヨーか、ヨーヨー、ありがとうございます。不発弾の花火とヨーヨーの違いがちょっと不発弾でも上から上からあれなんか降ってきたらやばいよあれって怖すぎ、うん、あすごい、はい、10個すごい、10個、え10個入り、すごい、マジか、緑10個すごかった、ありがとうございます、かわいい、すごい、花火ギフトすごいですね、綺麗、花火が上がったら私たちはあすごい、あれがもらえるから、アイスが、あさって今のお腹いっぱいになっちゃったね、あんまりゲージが満たされた、持っていく現場に、いや頑張る、あ頑張る、私はちょっと残した、あと二口だから、 あなた家だから、私は家、うん、イベント今日からだったんですね、てかこれに変わったってこと、ありがとう、うん、昨日かと思った、サティは何が好きですか、あ花火10個ありがとう、すごくない花火10個、うん、ちょっとととととチョコミントかキャラメルリボン、あーなるほど、何ナッツトゥーユー、うん、マストで頼むのはナッツトゥーユー、へえー、おすごい、ありがとう、ありがとうございます、お昼何食べよう、花火音ついてる、ねね、え？そんな今まで聞こえたことあります、ショールームの一回あるかも、オフにしたかもしれない、わかんない、ないかも、あの自分が見に行ってあるかも、あーへえ。どうやって音聞こえるんだろう、ポンポンみたいな、すごい、花火って去年もあった、去年あった気もするね、ボコ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 言ってるってボコボコ言ってる、パンってなってる、パン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 、ボコボコとパンパンは結構違うけどね、パン、私が効果音つけてあげよう、ミスドで一番好きなドーナツは何ですか、ポンデリング、何、ゴールデンチョコレートみたいなやつ、あの黄色の、ああもう好きかもしれない、なんかま手が汚れない方が好きかもしれない、ドーナツだからオールドファッション的な、うん、かも、でも飲み物込みじゃないとちょっともさもさしちゃう、うん、こんにちは、花火打ち上げてもらってありがとうございます、ありがとうございます、綺麗、花火大会してる気分になる、28日がなんかゆあれもう解禁されてるのかな、やってないか、わかんない、少し眠れた、めっちゃ寝ました花火ありがとう、見ちゃう、なんか夏祭りなんか思い出あります、なんか地元の、うん、地元でいつもあるんよ、うん、夏祭りがちっちゃい、うんうん、それに団地に住んどるけんさ、うんうん、あのそうなんですか、そう、うん、であの近所の、うん、近所の子た
ちがほとんど同世代の子で、うん、楽しそう。そう、4人、女の子4人ぐらいで、うん、小学生の時、うん、ずっと浴衣着てみんなで行ってた。いいですね、楽しそう、うん、私もめっちゃ大規模なお祭りがあって、うん、それに毎年行ってたんですけど、花火大会の時期が毎年雨の時期と被るんですよ。で、まあ、川付近で打ち上げるじゃないですか、うん、だからなんか橋の下でみんな見るみたいな、うん、雨降ってるから。あ、すごいっていう思い出。雨降ってても打ち上がるんだ。うん、なんか打ち上げてる途中に降るみたいなでもなんか私あれなんですよね、屋台で好きなのなんか地域のなんかマダムたちがやってるうどんみたいな。そんなあるん。そう、なんか普通の屋台じゃなくて、なんていうの、町内会みたいな人たちのマダムうどんが好きでした。うーん、晴れの国岡山、うん、そうそう、晴れの国岡山の唯一雨降る日が花火大会一回だけテキヤでバイトしたことあります。テキヤ、屋台、うん、あのフライドポテト。すごい、うん、いいな。だからダメだ、もう鬼のように人が来るから。確かにフライドポテト大変でした。キュウリの一本漬けぐらいで。いやでも意外と人気じゃないですか、まあ、でもすることあるんですかね、あれって。あるか、刺したりするのか。あ、でもポテトよりは少なそう。確かに刺して冷やす。あ、かき氷とかめっちゃ大変そうですよね。行かなきゃそろそろ。確かに。ごちそうさまでした。ちょっと短いんですけど、また夜とかします。はい、ありがとうございました。花火もありがとう。ありがとうございます。ありがとう。つかの間の配信でした。午後も頑張ってください。お仕事午後から頑張ってください。大丈夫読む？うん、大丈夫読む。じゃあ失礼します。13位ゆかりんさん、12位バチラクさん、11位ソウリュウさん、10位トニーさん、9位ミツさん、8位パパバンドさん。ミツさん、うん、ミツさん。中7位6、あ、違う、8位パパバンドさん、7位松花堂弁当さん、6位ちゃんつーさん、5位もっかさん、4位ジェリーさんでした。13位回目の皆さん、ありがとうございました。そして3位がいっこうさん、2位が言うと思った。2位がこばちゃさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。ありがとうございました。あのインプになるんだ言うと思ったそれではみんな午後からも頑張ってください。花火ありがとうございました。バイバーイ。13位の七村さん、12位ヤスくんさん、11位ルカさん、11位シャルルさん、9位リョウスケさん、8位空白さん、7位長谷川さん、6位ミツくんさん。ずっといる感じ。いや、いつかは帰ると思うけど。ケミさん、さんゆきさん、ちょっとお邪魔しようかなって感じです。20時間配信。先の場に順位は